木崎湖は長野県大町市にある西名三湖のうちの一つで最も南側に位置する湖である。糸井川静岡構造線による地構上にできた断層性構造湖で西側には北アルプスがそびえる。流入河川は農具川及び稲尾沢川である。うち農具川は青木湖から流出し中高湖を経てくる川であり、そのまま流出した河川へ至る。 最寄り駅は JR 大井戸線品の木崎駅、稲尾駅もしくは海の口駅、近隣のく温泉から引湯をしている木崎湖温泉を用し、湖周辺にはいくつかの旅館や民宿がの木を連ねている。湖畔には総合温泉施設有、プル、木崎湖があり、木崎湖温泉の湯をふんだんに使った様々な風呂や温水プールを利用できる。湖畔にはスポーツ施設があり、 スポーツ合宿の地としても利用されている。冬に、スキー客で賑わう白馬村に近く、木崎湖の近くにもサンアルピナ鹿島槍スキー場、柳場スキー場があり、冬は多くの観光客が訪れる。また、立山黒部アルペンルートにも近く、黒部方面を利用する宿泊客も多い。湖畔の公園は、芝の板宮ベンチ、遊具等の老朽化により2006年はより、 再整備を行っていたが、2007年5月には、工事が完了し、新たに遊歩道などが整備され、木崎湖の表玄関口として、以前の面影を残しつつも、新しく綺麗な公園に生まれ変わった。春の木崎湖はそれ、自体に見どころは、あまりないが、湖からほど近い板に里湿原では、様々な植物が見頃を迎える。夏の観光地、避暑地としても利用され、 6月にはホタルが飛び交い、美しい自然に触れることができ、8月には木崎湖花火大会が催され、多くの人出がある。夏季の木崎湖は一様にバスによっと水泳、キャンプを目的とした人々が訪れ、多くは木崎湖キャンプ場や海の口キャンプ場が利用されている。11月頃は周辺の山々も紅葉して色づき、特に気温の下がった早朝には、 霧が発生し、長野県の乾燥した気候と相まって、湖霧紅葉を青空のコントラストを見ることができる。北西の高地から見た夏の木崎湖。中ほどやや左が海の口駅。国道148号と JR 大井戸線が湖の淵に沿うように付設されているのがわかる。木崎湖周辺の空中写真。1977撮影の4枚を、 合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。恋、ふま類い、若さのボート釣り、大口バス、小口バスなど。また特に釣り客は、木崎湖にしかいない幻の魚、木崎マスを追い求めて訪れる人もいる。木崎マスアンコリンカスマスオーサブスプサクラマスの河川、残留型であるヤマメと、サツキマスの河川残留型であるアマゴカビはマスが、 自然交配したものと考えられている。山メの訴状経路は、品野川、千曲川、西川、高瀬川の奥川、木崎湖であったが1930年代に、品野川に完成した複数のダムにより訴状はなくなった。明治時代に持ち込まれたアマゴカビはますが、自然交配して作出されたものである。養魚は山メと酷似し、アマゴに特有の主犯は少ない。 ほぼ隔絶された湖という環境に生育するためか、多くの個体は銀化してしまい、淡水に生息するマス類に多く見られる。パーマークは生育の一時期にのみ見られる。大きなものでは60センチメートルまで生育する。1980年頃までに乱獲によりその姿を見ることは稀であったが、1985年から漁協と長野県水産試験場による繁殖。 地魚放流が開始され、その後魚影は安定している。身は赤みを帯びており、微味である。1981年より、新州大学理学部故障生態学研究グループは、月1回の故障観測を行っている。また、糸井川静岡構造線の活動歴を解明するために、周辺地質の調査や古い時代の気候状態を解析するため固定体積物の研究など様々な、 研究が行われている。木崎小水下波学名新鮮な木崎根室、富士台派部、1991木崎こと、中高古だけに生息する小型の巻貝で、1986年に日本民族資料館、国立科学博物館らの研究者により発見され、1991年に新種として発表された。体長4.5ミ、mm、リメートルほどで、色は茶褐色、 コカナダモなどの水草に付着する生活史を持つ。水草を減らす目的で放流された草魚の影響による水中植物体の水体やヘドロの堆積、水変動量の増大など生育環境が悪化し個体数が激減しているため、大町市は天然記念物に指定し保護対象種としている。また、環境省は絶滅危惧愛類に指定している。 国際自然保護連合が発表した2010年版、世界の絶滅危惧種リストレッドリストは、木崎小水下神を、近い将来に、極めて絶滅の恐れが高い種と認定している。木崎フラスコも学名にラミネスパーアイマホリ創業の放流によって、食べ尽くされ2005年に絶滅が報告された。 西名山湖周辺は自然が多く残されているが、木崎湖周辺はその中でも最も開発が進んでいるため、不栄養化も進行しており、1986年から1993年まで毎年淡水やカシオが発生するほどに水質が悪化した。このために、平成17年度から月水道整備や個人宅への浄化層などの 水質保全活動が始まりその後は徐々にではあるが、水質が改善し、1998年を最後に赤潮は発生していない。透明度は季節変動があり、2メートルから8メートル程度。6月の表層水温は摂氏18度から摂氏22度程度、水深10メートルでは摂氏10度以下。夏季の表層水温は、 摂氏28度、約28メートルの最深部では、摂氏7度以下である。白線流し、男は辛いよ虎次郎アジサの恋、井上家の一族などの映画のロケ現場にもなったことで、知られる。また2002年1月から3月にかけて、ワウワウで放送されたアニメーション作品、お願いティーチャー及びその第2シリーズ、お願いツインズなどの、お願い、シリーズにおいてその舞台となった。 同アニメのファンが作品の舞台となった木崎港及びその周辺を訪れており、地元もそれに合わせアニメファン向け商品の開発や環境美化運動などのイベントの協力を行っており、アニメファンに好意的であり、アニメを活用した観光町おこしの成功例としてしばし取り上げられる。地元である大町市観光協会の西名さんこの紹介ページでも木崎港はアクティブスポーツ、 アニメの聖地として紹介されており、詳細ページでも、お願いティーチャー、お願いツインズの舞台やその聖地巡礼の対象として紹介されている。しかし、この地を訪れる一部のアニメファンによる常識を逸脱した行為が問題視されることもあり、聖地巡礼者が自身のウェブサイトに上げた情報による煽り行為的な要素が通常の観光客のキャパシティを超えていることと合わせて、 被害が目に見える形となり、大きくクローズアップされることもある。その一方で、常識的なファンが訪問時のマナー向上を呼びかけたり、非常識なファンが行った行為のリカバーをするための活動を行ったりしている。木崎湖と周辺の山々の位置関係。ありがとうございます。